はい、じゃあ、パート7、やりますか。やりますか。よし。とりあえず、回復。ちょっと、ここの、ここから、回復アイテム買おう。20個ぐらいでいいか。よしと。で、装備。エーテル石に、ステップシューズと。さあ、ギアの方は、次、砂漠のステージなんですね。戦うところが。なので、C 回路1。素早さが4上がるんですよ。4ってかなりえげつないんですけど、4上がると。キャラの場合は素早さ17が確か限度だった気がするんですけど、ギアの場合はどうなんでしょうね。まあいいや、これで。一旦これでいこう。一旦これで。ちなみに、この修理ロボ、信用ならないって選択肢をすると、戦闘することができます。で、倒すともう出てこない。ここには出てこないという。釣れない ちょっとね、可愛すぎるんで、これ、信用ならないってしたことはないんですけど。よっしゃ、やるか。行こう。だ。ジャンプ中に戦闘が入るとジャンプキャンセルされるというひどい仕様があるんですけど、それなんとかしてほしいな、本当。です、です。オッケー。内職をしているメイソンさん。終わってしまった。和歌のカップが、ここであの判断ができるメイソンさん、すごいですよ。バルトの方は、シャーカンを捕獲しに。いつも通りってなんだ。いつもやってん。こいつはなんかすごいハゲに対してね、ハゲネタをすごい言ってくる。装備を向いておきましょう。行くぞ。ハゲに植毛をしに。いいやつやん。いいやつ。ここ。何？待っていたのだよ。何？ラムサスは今、二三国境付近、ラムサスの一番いい時期だな、ここは。一番いい時期だ。操り人形はバカな方が、シャーカンする。お、気づいたか。やばい。終わった。何？ ランドクラブ。トリオンは火を吹きます。いや、どこ向けてんの ドアの上向いてるけど、ガトリングホール。では、さらばだ。頭でも磨いてまった。何？何？ 何かの冗談か ありがとうございます。それが狙いです。お任せを。ピタ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 。どっからそんな音してんだこれ。歩き方で仕方ないぜ。うわー うわー、そっち跳ねるんや そっち？じゃあ最初から噴水の上に飛んだらいいじゃん。向こう あいつがルパンだー。昔取った記念ですか。もともと騎士だったんですよね、アベ王国の。このハゲに厳しい 毛は減ってたんじゃない 毛はあったの。これはキスレブとの国境付近で、バンダーカムのね、これ下の方に薄く見えてるんやけど簡単だ、こうするのさ。自殺 自殺。とんでもない まあ自殺じゃないです どうしても手法でやっつけたいと、ヴァンダーカムは。貴重なご意見をさすまんが、
俺の手法の方が役に立つぜと。ボロンだ。マジで下荒れてないからな、バンダーカム。さあ、このシンボルエンカウント、こう一回も敵と遭遇せずにやっていこうと。これが超攻略です。ね、こっちが。あっ、ちょ、ふざけんなよ。よし、右から攻めるのが武士の断りよ。ちょ、なんだこいつらマジで。今度は真ん中を攻めてみよう。お、いるすかこれは。ふざけんなこいつらマジ。ふざけんな、なんだこいつ。やっぱこっちだな。こっちだ。この、こいつは意外と。だあ、もう。この回ってるやつよ。何が楽しくて回ってんの。もうマジ。やんぞ。もうお前の動きは全て見きてるぞ。倍出そう。その時給ぐるぐる回る。倍出すからもうやめてくれ。ぐるぐる回るのもやめ、うまい。来てる。うおー、いけ。うぅぅぅぅぅ、あっぶねー。よし。はぁ、いけるかな。ここはね、一番こっち側に行くと行きやすい。この時給500円だか600円だかのこいつしかいないから、ちょっと怖いわ。見切った。なんだこいつ。もう汗かくわ。ちょっとすいません、取り乱しました。汚い声出してしまったかもしれないです。もし女性の方、おばあちゃん、お子様いらっしゃったら申し訳ありません。5歳児の皆様、そして並びに10歳以下のお子様、大変お聞き苦しい声を。あ、国差が。よし、手法との戦い。ここの超攻略ポイントは、手法に何も出せないという。だい。やばい、死ぬかもしれん、これ、ほんと。危ねえ、避けた。手法は、5ターンカウントするんですね。でその間に倒しまう。この副砲こいつを倒すと戦闘後に大金塊がもらえます。大金塊はまあ課金アイテムってことでした。換金アイテムですね。それを取りつつこの手法に何もさせないという。危ねえよ、死んじゃうなんだこいつ。よし、まずはこっち右左と。手法のヒットポイントはいくつだったかな、ちょっと調べてみよう。手法ヒットポイント1800なので、子弾3発もしくは2発で沈んでくるんじゃないかな。この撃ってるのか撃ってないのかグラがわからんという。あ、2発でいけまそうですね。うん、全然噛んだわけじゃないけど、ね、いけまそうと言おうと思っていった。手法対決いくか。あ、ダメか。まあいいでしょう。
ボロン壊れ方が雑よ。雑なんだよな、壊れ方が。レベル上がるもしかして。はあ。焦った。ほっとけそんなやつ。嫌われてんな、バンダーカム。結構好きなきゃ。そうだ。あれがあった。名台詞ですよ。うん、あれがあった。あれがあった。壊れてる。ゼータガンダムかよ。あれがあった。ミノクさんはかなりバルトが、まあ、ちっちゃい時からいるから、フル株ですね、この海賊、海賊団。うん。ミノクさんの顔ぐらいちょっと見たかったよね。でーん。ファーストガンダムにモビルアーマーが初めて出てきた時の衝撃が我々に走ることとなりますが、アラブ製モビルアーマーみたいなのがこれから、パイーン。このカットだけでこう見せていくという当時の手法、今爆発してるという。あれがあった。ボーボン。決してオブジェクトは壊さない、このカット割り。ドーラです、ドーラです。これはまあギアがなかった時代に作られた試作品っていうか、プロトタイプみたいな感じで量産しようと思ったけど、ギアの時代が来たからこれだけになってしまった。これ1機ぐらいなのかな、もう1機ぐらいあるんだろうか、わかんないですけど、まあオンリーワンの機体ですね。やばい、小学生が考えたロボットだろこれ。殺してやる。殺しそうだもんね。さて、ドーラ戦。ドーラのヒットポイントは3000。で、こいつの超攻略は、殺させない。つまり、危な。つまりですね、こいつって、このミロクさんたちを掴むんですよね。掴んだ状態で反攻撃すると殺してやるか来るんやけど、それを掴む前に殺す、掴む前に殺してやると、殺してやる作戦です。殺してやる作戦。とりあえずこいつの攻撃効かんから無視していい。一段5発か4発か。かなり早いですよ。 C 回路プラス1は効いてる。よし、早い早い、やばいぞこれ、気持ちいい、なんか。よしよしよし、いいぞ、早い。あ、いいね、これなんだよな、これなんだよな。うん、よし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 、消えた。めっちゃ早かったな。ま、やべ、多分一発で来い。おお。失礼、取り乱しました、失礼しました。ヒットポイント全然上がらんな。
う、おのれ。来たー。ここからこいつのハゲ専門の あ、ちょっと探さないできた。あー、オワールベルト、オリジナルベルト。あ、ちょっとあんま言わんとこ。いいですね。かっこいい。ペン。オレグラフ。力の求道者。力だと。力の押し売りとか、ハゲ専門とかよく 言われるけど、なんでハゲばっかに。まあ、これ以降、ハゲのやつに力を押し打っていくっていう。よかろう。無理やりだろ。ドゥイーン、かっこいい。これスレイブジェネレーター出力を、まあ、上げるみたいなことをやってるらしいですね。でもどうだってスレイブジェネレーターあんのかな。ドワークホホ、死んじゃう、髪生えちゃう。十字の部分を除いて全部毛になってしまう。ここまで生えんでよかったなみたいな。ケツから何か来る。おお、そんな。ああ、魚雷がぶつかって浮上すると。類友人、これはまあシタン先生のことですね。ラムサスとシグル、なぜお前この国を捨てる。うーん、ラムサスもなあ、シグルドもね、えらいことでやられとるから、そりゃあまあ愛着はないよ、この国自体には。まあ、ラムサスのことは好きだったんだろうけどね。いや、悲しい人間っていうか、ラムサスは本当 いいよな。ゲームオーバーの時の音楽じゃん。不気味だな。こんなに、わー やばい。僕っ子やったんや、こいつ。全員殺す。やばい。小学生が怒ったこんな感じだ。いや、無理だって、ミロクさん。俺、素早いから今、すげえ素早いからいけるって。待ってる家族がいるだろう。うわー、うわー、もう遊んでるやん。砂浜で遊んでる女子、あいつがやってきますよ。この赤いグラデーションというか、これちょっとね、まあ、象徴的なものですよ。赤。乗ってる。いいですね。死ぬ気じゃん。もうメイソンさんも寿命、そうね、追い先ないからいいだろうけど。うん、そうな。かっこいい。ああ。イドベルトールな。あ、まあ、謎の機体ですよ。ここで戦況がひっくり返ると。ここまで。エルルの悪魔。こっから閣下のピースが、ああ、みゃん。こう笑ってたんだ。面白いね。面白いですね。ギアが真っ赤なのは、この機体は、スレイブジェネレーターの出力が高すぎて、冷却になんか電磁波冷却みたいな。電磁波の冷却装置の影響で、このアーマーが赤くなったり、後ろの羽みたいなの？あれも電磁波だったと思う。こういう湯気みたいなのも多分冷却してんじゃないかな。冷却装置がないともう、アーマー溶けちゃうぐらい、出力があるらしいですね。来たー。この機体かっこいいよね。いざ勝負。
動けない。ちょっと。ああ、ラムサス様。ああ、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 手羽先かな、もも。手羽先感。ああ、ああ、ああ、足もあるだろう。もうその後はもう何も言わんのよ。一回そう言っときたいよね、やっぱ男としては。でミャンがじゃあどうぞって言ったらすぐ困ってたパターンだな、あれは。じゃあ置いていきますねって言ったらもうすぐ困るよな、こいつが使えるようになった時のね。いやまあいいや、よし、謎の期待。こいつはね無理です。多分もう絶対勝てないと思う、何やってても勝てないと思うんで。ははちょっと待って、美人国賞かっこいいねこれ。2万ってあなた、2万っておお、跳ねることができる。このへそが出てる、シグルド。そういうへそ出してたの。へそピアスしてんのよ。わあ。この振りを生かした。おやべえ。おおや。おお。暑いな、ほんと。うおー、シグルドが熱くなってる。やばい。ささっ、避けようと思ったら避けれたんだろうな。やべえ、やべえ、うお、抜けようとしてたね一瞬。終わったな。危ないところだ。やれやれだぜ。何？なんだって。ゴー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 。やったか。ワンパターン多いな。ゴー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 。いや。長い。やばい。YAVAY ですよ、これ。やばい。うお。触れてない。磁石の原理、これ。S 極と S 極みたいな。すげえな、これ。エーテルかな。うお。おお、やばい、まさか。ああ、竜骨の、うわ、元気玉を跳ね返された時みたいな感覚がある。おお、おお、終わった、終わった。うっ、この一瞬で
内させる。ギアと一緒に脱出させてくれる。いやポットまで行っておいて、素直にポットまで行っておいてのシグルド、これですから。まあいや、まあ仕方ないよ、俺でもそうすると思う。これでバルトたちはもう出てこないです。ネタバレ、ちょっとネタバレになりますけど、さあキスデブとの国境近く大破した道路があると。バンダーカンはねこの後出てこないんですよ。まあ、これマジなんですけど、消息不明ですね、この後も。うん。スタン先生が作ったわけじゃないと思うけどな、設計したのかな。わあ。セーブしましょう。いやー面白い、性能ギアスは面白いね、ほんと。1分間ざっくり解説。今回は二三聖教の成り立ちについて。二三聖教ができたのは今からざっくり900年ぐらい前で、割と今と同じで、まあ教母が一人いて偉いみたいな感じでした。それから370年ぐらい経って、その当時の近隣国であったニロムド帝国がいいですねってことで自分の国の宗教にすると。それと30年ぐらい経つと、宗教で民衆の思想を統一したいなという思惑が出てきました。こうなると当時の教皇公母であったソフィアがちょっと邪魔になりまして、もっと帝国寄りな思想のやつを教母としてでっち上げようということで、帝国がソフィアを暗殺するために修道院を襲撃と。その時にソフィアは後のレネの奥さんとなる人と行方不明になるわけですね。二三教は帝国派とソフィア派で分裂しました。そして5年経って帝国もですね衰退してしまいまして、自動的に二三教内の帝国派も衰退してしまいます。でソフィア派はもともと衰退していたので、二三教自体がもう風前の灯火となってしまうわけなんですけども、そこに戻ってきたのがソフィアで、まあレネの後に奥さんとなる人の助けもあって教母となりまして、二三教復興、ここで教団名を改変して二三聖教というものが出来上がります。まあ、この後の歴史はまた本編で語られますので、このぐらいでということで、はい、ありがとうございました。